ルイス・ビクター・ピネラは MLB の元野球選手、監督。アメリカ合衆国、フロリダ州タンパ出身。ニックネームは、スウィート・ルー。現役当時のピネラ現役時代は、外野手として活躍し、カンザス・シティ・ロイヤルズで、新人王を獲得後、ニューヨーク・ヤンキースに移籍。 リシも数々の悪の強い名選手が在籍する、ブロンクスズと言われた1970年代黄金期で、ピネラ自身もワールドチャンピオンに貢献した。引退後は、ニューヨークヤンキースのほかシンシナティレズやシアトルマリナーズで監督を務め、2003年から2005年まで、フロリダ州に本拠地を置く、タンパベイデビルレイズの監督を務めた。 一郎や佐々木和弘などの日本人プレイヤーと縁が深い。また、レッズ監督当時の1990年にチームをワールドチャンピオンに導いている。2007年より3年総額1000万ドルの契約でシカゴカブスの監督に就任した。現役時代と同じく背番号14を希望していたが、アーニーバンクスの永久欠番となっていたため、14を逆にした。 41を着用することとなった。2007年6月2日のブレーブス戦にて3塁通るよう、試みた走者がアウトと判定されたことを不服とし、帽子を主審に投げ捨てる、ホームベースを砂で隠すなどを行い4試合の出場停止処分を受けた。2010年8月22日、母親の看病に専念したいという理由で、カブス監督を退任。 翌2011年はサンフランシスコジャイアンツでスペシャルアシスタントを務めた。ありがとうございます。